苦手意識を克服する。僕 SNS の才能が全くなかったんで、自分このままじゃダメだ、伸びきった花を根元から自分でボキ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 折って、お客様の満足度が比例してなくても集客ができれば売り上げって立っても、それって今だけ、今度は自分の番。ベル統括マネージャーの新井直樹です。よろしくお願いします。ショートカットのセミナーということなんですけれども、ショートカットを極めるっていうよりかは、ショートカットって苦手な方多いと思うんですよ。やっぱりカットとしても一番複雑な工程を踏んだりすると思うので、そこの理解度をしっかりと深める、それで苦手意識を克服する、そんなセミナーにしていきたいと思っています。分かりやすく言うと、例えばじゃあ今日このショートカットを切りますってなった時に、じゃあどういうバランスでどこ軽くしたら可愛いよね、じゃあ軽くするためにはここをこう引き出してこう切ったら可愛いよねっていうセミナーだったり、いろんな本ってたくさん出てると思うんですよ。今回フォーカスしたいのはその1個先ですね。ここを切ってじゃあここをキュッと締めて可愛いショートを切ろうと思ってやってみたけど、なんかうまくいかないというか、すいてもすいても狙ったところが軽くならないとか、なんかフォルム的にあんまり可愛くないとか、そこにしっかりフォーカスしたいと思っていて、例えばこう引き出してここを軽くしたいからここをすきますよね、すきたいだけど、これ実は。ここを軽くするためにここ空いてるけど、ここの毛の重なりがこうなったらほらここ重くなっちゃう、だからこれもう一個上に引き出したらこれほらここ空いたらほらうまくいったみたいな感じです。だからもうすごい擬音語ばっかりになっちゃうんですけれども、難しい単語とかを一切使わないで、なんか分かりやすく説明すると、今みたいにこここうやったらほらうまくいったみたいな感じだとなんかできそうな感じするじゃないですか。なんかめちゃめちゃ基本的なことなんですけれども、噛み砕いて説明することでなんかちょっと裏技っぽく聞こえるというか、基本なんですけれどもやっぱりそういった方が入ってきやすいと思うんですよね。それで苦手意識をしっかりなくしていって、結局理解できてないと見よう見まねで切ったとしても自分が何やってるか分かんないけど、とりあえずその工程やってみるみたいな。そうするとその形を切れても、じゃあ多毛の人ができたらとか鉢回りが膨らんでる人が来たらとかいう時に結局うまくいかなくなって、あもうショート怖いみたいな、新規でバッサリカット来たら詰まるから嫌だみたいな感じになっちゃうと思うので、そこをしっかり理解を深めてみんなが分かりやすくできるようなセミナーっていうのをお届けしたいと思っています。僕ベル今9店舗グループであって、その統括マネージャーっていう立場なんですけれども、主には教育をやってます。でベルには新卒もいれば中途もいて、中途の人にカットを教えることもあるんですね。そうするとみんなやり方バラバラなんですよ。でやっぱり美容師さんってやっぱりいろんなそれぞれのルーツがあって、いろんなやり方と考えがあって、なんかこうしろってあんまり言いたくなくて、みんながそれぞれ頑張ってきたものはそれはそれでいいと思うんですよ。ただそれにプラスアルファできるようなセミナーなので、カットも絶対切るんじゃなくて、縦スラでも横スラでもいいんで、要はここが締まってたら可愛いよね、そうするためにはここのゾーンを切ったら締まるよね、だから縦スラだったら横スラだったらバイアスだったらやり方は全然何でも受け入れられるようなセミナーにしたくて、理解することで自分のやり方に1個プラスアルファできて踏み込んだというか、今までの自分のものを壊さないまんまでクオリティを上げれるようなセミナーっていうのを、今のいろんな中東の人たちに普段教えてる自分の立場とか普段やってることを活用して皆さんにお伝えできたらなと思っています。自分が売れたのが先です。売れって僕 SNS の才能が全くなかったんで SNS で集客しない状態で売り上げ上げたんですね。ただやっぱりカットの技術ってすごく大事だと思っていて、リピートにつなげる全てのベースとなるものってやっぱりカットだなって思っているので、やっぱりカットを分かりやすく発信することで、皆さんが少しでも苦手意識を取り除いたりとか、ここ分かんなかったから助かりますみたいな声をいただくのがすごい楽しくなって、自分で、趣味じゃないですけど別に収益化とか考えなくて、オンラインサロンじゃなくてインスタで無料で発信したらすごく反響があって、もちろん外部からもそうだしスタッフからもそうだし、それに自分でこう楽しくなってどんどんやって、自分が今持っているものをこう分かりやすくお伝えすることで皆さんが喜んでくれるのでしたら、どんどんそれが自分の喜びにもなって、どんどんそこを極めたいなと思ったのがきっかけです。自分が売れてる時期と売れてない時期、特に売れてない時期が長かったので、そこに目線を落とすのが自分は得意というか意識してますね。やっぱりセミナーされるような美容師さんってみんなすごい方多いなって思ってるし、僕から見たら天才みたいな人がやっぱりいっぱいいて、正直僕も昔自分が天才だって思ってた時期もありました。ただ全然売れなくて、全然天才どころか凡人以下って気づいて、努力して今があるので、そこは自分のある意味教育っていうところに関しては強みかなって思っているので、やっぱりそこの人の気持ちが分かるつもりではいるので、しっかりこうだからできるっしょじゃなくて、いやこういうことをしたいけどこうなっちゃうよねとか、そこの気持ちをすごく大事にしてお伝えすることで、レベルが高い人っていうよりかはそこを目指す段階の人に刺さるような内容をお伝えできるかなっていうのが僕の強みだと思っています。シンプルに言うと、幸せの輪を広げたい。僕は SNS でバズらなかったし、すぐ売り上げ上がってるわけでもなかったけど、今こういうカットだったり教育をさせていただく立場で、それをやっぱり皆さんに。最短ルートってわけじゃないけど、もっと効率的に学んでいただきたいなって思っていて、で今の特に Z 世代とか、今の若い美容師さんって本当にすごいと思っていて、僕がそれは持ってないことだし、やっぱり早く SNS で集客できるとか、やっぱりお店のカリキュラムが整うことで1年とか2年ですぐデビューするっていうお店さん増えてると思うんですよ。ただその中で早く集客できるから全てがいいわけじゃないことも出てくると思うんですよ。それが僕はカットだと思っていて、カットだったり、カウンセリングだったりとか、やっぱり早くお客さんがわーって来るからこそ、やっぱりこなしちゃって自分が実はカットの満足いかないところがあるけど、そのままなんとなく進んじゃってるとか、やっぱり集客に対してお客様の満足度が比例してなくても、集客ができれば売り上げって立つじゃないですか。でもそれって厳しいこと言うと今だけなこともあると思うんですよ。じゃあそれが10年後20年後続くためには、やっぱり根本的なカットの技術っていうのはすごく必要だと思っているので、それをSNS とかを集客できなかったけど、自分はそこを今まで極めてきたなって自分では思っているので、そこの集客うまくいってるけど技術に正直自信がなかったりとか、早くデビューしたけど実はなんとなくお客さんやってるけどよくわからないこともあるとか、そういう方に向けて伝えできたらなと思っています。新規と既存と再来と、全部大事だと思うんですよね。でもやり方はそれぞれ変えなくちゃいけなくて、新規のお客様に関してはとにかく自分のところでとどめるために圧倒的安心感を与えたいっていうのは常に心がけています。なのでお客様が言うことを絶対に否定しないで、できることとできないことを否定しないんじゃなくて、自分が分かっているからこそそこのお客様の目線に落として、あ、こうされたいんですね、じゃあこうしましょうか、ただこうですよとか、あ、これ似合うと思うんですけどお客様の骨格とか状態だったらこっちの方が似合うからこうしていきましょうねとか、寄り添うっていうのは常に意識してるようにしています。これって僕今美容師歴が今年で15年目なんですけれども、キャリアがある方が正直これってやりやすいんですよ。安心感って与えやすいと思うんですよ。ただキャリアがあるからある人しかできないかって言ったらそうではないと思うので、自分がカットなりカラーなり理解してることで応用できる。そうするとそのお客様に合わせてフィットした提案ができるっていうのは全部につながってくると思うので、今回はカットのセミナーですけれども、カット、カラー、パーマ、いろんなものをしっかり理解することで、あなたの髪質だからこうですよって全部言えるようになった方が、本当はいろんなお客様のリピート率は上がると思っています。まあ、さっき売れない時期が長かった、アシスタントも長かったって言ったんですけれども、正直昔プライドが高かったっていうのは1個ありますかね。今思えば本当にもったいないことをしたなと。まあ特にメンズの美容師さんもしかしたら多いのかもしれない。なんとなくこう自分できる所感があったりした時期が長い方が、まあ、もったいなかったなっていうのは思っていて、ただそれが自分の中で壊れた時に一回プライドへし折れるんですよ。それがすごく辛くて、これ見てドキッてした方いるかも分かんないんですけれども、本当ここからなんですよ。プライド高かったり売れてない美容師さんとかアシスタントが、まあ、チェックがなかなか受からないとか何でもそうなんですけれども、何か原因があって、それってめちゃめちゃ不器用だからっていう原因じゃないパターンの方が僕は多いと思っていて、僕自身もそうだったんで、そこで自分自身に原因があるってなって気づいてから自分がどう変わるかだと思うんですよね。だから僕セミナーってすごくいいなと思っていて、やっぱり1個上の先輩からめちゃめちゃ正しいことをぐさって言われても聞き入れるだけ、こう聞き入れられるタイプの人間と、まあ、聞き入れられないこともあるじゃないですか。なんかこうムカつくなとか自分分かってるけどこうなんか聞き入れられない。やっぱりそういった時にセミナーって第三者の目線だからすごい聞き入れられる。これがだから美容のセミナー限らず本を読むとかでもそうだし、僕そこの時にプライドがへし折れた時に本をたくさん読みましたがね。なので自分このままじゃダメだって、なんか美容師さんって僕すっごい思うんですけど、20歳で就職して周りはみんな遊んでるのに自分頑張ってる、辛いじゃないですか。で、普通の会社員で言ったら、まあ、40代50代で役職に就く。それなのに今20代中盤とかで役職に就けって言われて、なんかこう責任ある立場ってめちゃめちゃこうプレッシャーもかかるし、しんどいことたくさんあると思うんですよね。その中でやっぱり自分を他の業種よりも早く成長させなくちゃいけないっていうのは、まあ、自分だけじゃないんですけど辛いことってたくさんあるなって思ってて、自分がダメだなって気づいてからやったことは、自分の考えをとにかく伸びきった花を伸びてんなと思ったら根元から自分でボキ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 折っていくことで、折ってフラットになった状態でやっぱ本を読むとかいろんな人のセミナーとか先輩の話聞くとか、まあ、近しい人間だけじゃなくてたくさんいろんな人の人間の意見をちゃんと聞き入れること、そのやっぱり聞き入れるっていうのを自分がやった時に、まあ、自分は成長したなと思ったし、一回そこのゾーンに入っちゃえばあとはすごい楽しかったですかね。そうすると、まあ、自分だけの力じゃなくていろんな人の力を借りてどんどん成長できるのが、まあ、自分も楽しいし、今それをできたのは本当に自分で良かったなって思うし、周りの人に感謝するし、だからこそ今度は自分の番だって思って、今こう辛い時期も経験したけど今こうあることを、まあ、皆さんに伝えることで今の子たちの方が絶対成長スピードって速いと思うんで、まあ、よりそこに一つでも力になれればなみたいなことは思いますかね。はい、僕ヘアキャンプさんのセミナーをすごく楽しみにしていて、まあ、インスタとかで分かりやすいカットの発信をし続けたら、まあ、そのうちいけたらいいなと思ってたのが思ったより早く来てちょっとびっくりしちゃってるんですけど、結構気合十分なので、僕が今回させていただくセミナーはとにかく分かりやすくカット苦手だよっていう人の苦手意識を取り除きたい、もしくはカットを教えたいけど教えるのが苦手な教育者さんに僕のやり方も全部もう許可取りも何もいらないで全部パクっていただいて大丈夫なので、なんかそんなセミナーにしていきたいなって思ってるので、モデルさんを切りながら解説もするけどちょっとそこ待ってちょっと今分かんないみたいなところをしっかりウィッグとかも使って細かく解説するような準備もいっぱいいっぱい用意したいと思ってるので、逆にセミナー前に直接セミナーを受講する、これ聞きたいみたいなことがあったら直接 DM いただいても全然大丈夫なので、そしたらもちろんそれも用意させていただきますし、そんな感じでみんなでセミナーを作っていくじゃないけど、僕のセミナーを通して一人でも多くの美容師さんがカットだったりショートカットだったりカットの苦手意識っていうのを克服して楽しくお客様に入れるようなセミナーを頑張って作っていきたいと思っているので、ぜひともよろしくお願いします。